どうも、シアラシを巻き起こせ、シアラシです。相変わらずライオンズはロッテに勝てず、8月は1勝しかできてないという状況に呆れ返ってます。心が荒んできているライオンズファンの方、たくさんいらっしゃるんじゃないですかね。改めて見ると100試合時点で29勝しかできてないって相当やばくないですか。そんな心が荒んできているライオンズファンの方、必見です。皆さん、ローストっていうサービス知ってますかね。簡単に言うと AI が X のアカウントの悪口を生成するっていうクレイジーなサービスです。なんかね、 X を見てたら急に自分自身の生成結果を貼り付けてポストして落胆してる方たくさん出てきたんですよ。それで気になって自分のアカウントと知り合い複数名のアカウントを入れて悪口を生成してみたんですけど、内容がまあひどい。悔しいのが辛辣なんですけど、絶妙に痛いところをついてきているところなんですよね。 AI が進化するのは必ずしもいいことばかりじゃないなって思いました。自分がシシアラシの名前で X をやってるのは知ってる方多いと思うんですけど、今日はスカッとしたいんで、あえて生成された悪口にマジレスしていきたいと思います。シシアラシが好きな方も嫌いな方もぜひ最後までご視聴ください。では早速生成結果を見ていきましょう。まず悪口の前に、このアカウントがどういうアカウントなのか分析して端的に説明してくれている文章があるんですけど、こちらですね。AI エージェントによるツイート分析に基づくと、30歳前後の男性で、まあ、ここは合ってます、自分は30歳なんでね、埼玉西武ライオンズの熱狂的ファン、まあ、これはその通りですね。まあ自分で言うのもあれですけど嬉しいですね。で、 YouTube で応援歌アカペラ関連動画を制作する情熱的なコンテンツクリエイター、まあ、情熱的なっていう言葉に当てはまってるかは分かんないですけど、まあ、それなりにはやらせてもらってるという感じですかね。まあ、分析はおおむね、まあ、合ってるのかなとは思います。で、他の方のを入れてこの説明文を、ね、生成した時もまあ大体は合ってるかなっていう感じでした。ではお待ちかね、悪口を見ていきましょう。まずイラッとするよりも先に AI すごいって感想を持っちゃいましたね。いろんな観点で書かれてるのもさすがですね。いや、これにマジレスしていかないといけないのはきついですけど、やっていきましょうか。じゃあ上から、ライオンズの負けっぷりを見ていると、あなたの応援が逆効果なんじゃないかと疑いたくなりますね。はい、むしろそう言われて光栄ですね。球場で応援してるファンの方たくさんいらっしゃるんですけど、俺の応援がダイレクトに影響を及ぼしてるっていうことですよね。それ普通に考えたらえぐいっすよ。これ俺の応援がいい方向に向けば向くほどチームの勝率が上がっていくっていうことですかね。たった一人のファンの力でチームの勝利に貢献できるって最高だな。まあまあ、本当のマジレスをするんだったらそんな根拠どこにあるんだよって突っ込みたいんですけど、それを言ったらね、一言で終わっちゃうんで、何事も、ね、マイナスなことでもね、ポジティブに捉える方が面白いかと思いました。自分が行く試合でしっかり勝てるように精進していきたいと思います。続いて、毎日負けを報告するのが日課みたいになっているみたいですが、それファンじゃなくてマゾフィストの日記じゃないですか。はいはい、まず負けは多いだけで、勝った時はしっかりレオ法してますからね。お前マジで何を見てんだって感じっすね。それにマゾフィストって
苦痛に対して喜びを感じる人を指しているので、俺は当てはまりません。ファンとしてチームが勝つために全力で応援してますし、常に勝ちたいと思ってますし、これからもそうであり続けます。どんどん行きましょう。 YouTube で応援歌アカペラとか言ってますけど、それ聞いて選手が萎縮してるんじゃないですか。はい、一番気になるとこ来ましたね。まず応援歌アカペラ動画でなぜ選手が萎縮する。応援歌歌ってるだけでしょ、ほんと意味わからん。それにこんな萎縮する要素がない動画を見て萎縮してパフォーマンスを落とす選手は絶対に一流にはなれないし、そもそもプロになれるメンタルじゃないでしょ。というか、なんで選手が見てる前提なんだよ。それがおかしいんだよな。いや、選手の方が見てくださってたら超嬉しいですよ。間違いなく3年ちょっと YouTube やってきて、選手の方が見てくださってたら一番嬉しい出来事だと思うんで、ぜひライオンズの選手の皆さんもアカペラ動画見ていただきたいです。では続いて、93年世代って言ってますけど、それ球団の勝率と同じくらい古臭いですよ。どういうこと？93年世代が古臭いってまさか年寄り扱いされてるってことは、ほんと意味わからんな。自分今30歳なんですけど、30歳以上の方が年寄り扱いって相当感覚やばいよ。バグってるよマジで。ちなみに撮影時点でのライオンズの成績は100試合29勝69敗2分けで勝率2割9分6厘、驚異の2割台。シーズン残り3分の1切ってて、この勝率は異常でしょ。でもそれが古臭いってどういうこと？お前の感覚が新しすぎるわ。では次、初志貫徹が好きな言葉だそうですが、その志が負け続けるなら見事に貫徹してますね。初志貫徹ね、もともと今しめ騒動の前から言葉は知ってたんですけど、その騒動でクローズアップされた時に改めて意味を考えた時、自分に必要な考え方だなと思って好きな言葉になったって経緯ですね。何かムッとすることや理不尽なことがあった時、そこにとらわれすぎず、自分がもともと何がしたいか、どうなりたいかの原点に帰って切り替えていくことを意識してます。もともと切り替えるのが苦手なタイプだからこそですね。その志が負け続けることなわけないんですよ。俺の投稿を見てそう感じるんだったら、お前はまだまだだな。では最後の一文ですね。現地での勝敗記録を見る限り、あなたが球場に来ない方がチームのためかもしれません。確かに今年に限らず毎年現地勝率が悪いんですけど、今年に関してはチームが激弱なだけあって、結構普通の部類になってると思います。現時点でのチームの勝率はさっき言った通り2割9分6厘で、自分の現地勝率現状3割ジャストなんですよ。一時期3割切ってた時期もありました。なんか面白いものでチームの戦績勝率と自分の現地勝率がずっとこのシーズンシーソーゲームみたいになってて、悪い意味で勝率を高め合ってる状況なんですよ。いやー、まさかこんな低レベルな争いになるとは。だから自分が現地行く行かないは正直関係ないっす。そもそもの話、自分の現地勝率が低くてもそれ以外の試合でチームが勝てばいいとか、負けている試合こそ現地のファンで後押しをしていきたいっていう考えを持ってるんで、現地勝率はあくまで話のネタくらいでしか考えてないですね。だから今シーズン絶望的ですけど、シーズン終わるまで全力で応援し続けたいと思います。はい、一文一文見ていきましたけど、ローストよ、まだまだ甘いな、改善の余地あり。大丈夫大丈夫、これから改良していけばもっともっといい文章生成できるから。
ぜひ頑張ってください。このローストは8月10日の途中までは無料で使えてたんですけど、バズったせいか急に有料化されたみたいなんでご注意ください。ギリ無料で使えてよかったです。あと興味本位でご自身のアカウントで悪口を生成してショックを受けたり、他人のアカウントで悪口を生成してそれを本人に見せてトラブルになったりしても自己責任なんで、よく考えて利用していただいた方がいいと思います。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。